皆さんこんにちは、しょうゆです。前回に引き続き、私が今まで購入してきたジュースジュースのシングルジャケットとランダムでついてくるトレカの紹介をしていきます。パート1をまだ見ておられない方はぜひそちらも見ていただければと思います。今回はパート2ということで、よかったら最後まで見ていってください。はい、では前回の続き、8枚目のシングルから紹介していきます。ドリームロード、心が踊り出している、キープオン上昇志向、明日やろうはバカ野郎。私は通常版 B のジャケットを購入しました。トリプル A 面シングルということで、今までは通常版のジャケットが2パターンやったんですけど、今回は3パターンありました。で、トレカなんですけど、このシングルは初回生産限定版のみに入ってて、通常版には付いてなかったです。みんなめちゃくちゃ可愛いんで、トレカ欲しかったなって思います。続いて9枚目のシングル、ジダンダダンス、フィール感じるよ。通常版 A のジャケットです。女子大生っぽい私服風衣装がすごい好きやなって思いました。このシングルは初回生産限定版スペシャルっていうのがあって、ジダンダダンスのお祭りをイメージした衣装と背景なんですけど、本当はすごくそっちが欲しかったんですよね。でも、あのパート1でも話した通り、通常版縛りをしているんでこっちになりました。これはこれで可愛いんですけどね。気になるトレカなんですけど、集合写真が当たりました。素晴らしい、みんな可愛いんですよ。ソロカットより集合写真の方が出やすいとかあるんですかね。確率は低いはずなんですけど、2枚当たってます。じゃあ前回に引き続き、こちらもこのトレーディングカードホルダーに入れていきたいと思います。お次は10枚目のシングル、セクシーセクシー泣いていいよ、ビビットミッドナイト、通常版 C のジャケットです。もう可愛すぎる。これはこのカラフルなのがすごい好きなんですよね。曲もメンバーの髪型もセットとかも全部いい意味で韓国のアイドルっぽいなって思いました。ミュージックビデオもそうなんですけど、こういう明るくてわちゃわちゃした感じめっちゃ好きです。なんですけど、トレカまたなくしたっぽくて、いやもう絶対ここに入れてたはずやのに、もうなんでって思って、これはもうめちゃくちゃショックです。はい、またじゃあ見つけた時用にカードホルダーを開けときます。ここもねちょっとなくしちゃったやつなんですよ。はい、じゃあ気を取り直して、11枚目のシングル、ビサンさん、ぽつりと、グッドバイ&グッドラック、通常版 A のジャケットです。前回のは可愛いって感じだったんですけど、これはみんなキリッとしてて美人度マシマシですよね。ポツリとのジャケットはすごくスタイリッシュでかっこよくて、グッドバイ&グッドラックはパステルピンクとホワイトでふんわり可愛い感じで、3パターンともそれぞれにすごくよくて、割と悩んだシングルですね。トレカはこちら、ルルちゃん生写真じゃなくなりましたね。もう本当結構しっかりしたカードって感じのトレカです。メンバーの人数も増えて、ソロ8種類と集合写真1種類の合計で9種類になりました。裏こんな感じ、ジュースジュースって書いてあります。どっち向きや、こうか、ぴったりですね。次、12枚目のシングルは、一人で生きられそうってそれってね褒めているの、25歳永遠説、通常版 B のジャケットです。これはもう圧倒的に B ですよ。25歳永遠説のバージョンなんですけど、宮崎ゆかちゃんのラストシングルということで、この曲はゆかちゃんメインでミュージックビデオも撮影されてて、ゆかちゃんとメンバーのツーショットがこういっぱいあって、それぞれの関係性とかの空気感とかもすごい伝わるし、もうここに幸せが詰まってるみたいなそんなジャケットなんじゃないかなと思ってます。トレカは、はい、かなともでした。かなとも2枚目、ブラックバタフライの時にかなとも当たったんですけど、やっぱり黒髪の時とは雰囲気ガラッと変わってますよね。残り2枚です。13枚目、ポップミュージック、好きって言ってよ。はい、通常版縛りって言ってたんですけど、これはもう仕方がないというか、なんというか、初回生産限定版スペシャルでございますミュージックビデオにも出てくるんですけど、このポップミュージックのセットがめちゃくちゃ好きで、すごい可愛いと思ってこのジャケットにしました。宮本かりんちゃんのラストシングルでもあるんでスペシャルですこれには DVD がついてて、
ポップミュージックと好きって言ってよのダンスショットバージョンが収録されています。振り付け覚えて踊ってみてねっていうことなんですかね。トレカはですね、通常版のみについていて、この初回生産限定版にはないんですよね。通常版買ったらよかったかなってちょっと思ってたんですけど、もうこれはジャケットが可愛いのでよしとします。ではラスト14枚目のシングル、ダウンタウン頑張れないよ。通常版 A を購入しました。このモノトーンの中に曲名の赤色が差し色になってておしゃれやなって思いました。メンバーみんなのリップも赤みが強いんかな、都会的な雰囲気でちょっと飾っておきたいなって思う。シンプルなんですけど割とお気に入りのジャケットです。でトレカなんですけど、レイレイが当たりました。レイレイはこのシングルから参加ということで、なんか来てますよね。すごく嬉しいなって思います。これからよろしくお願いしますね、レイレイ。あ、で、ウラ？この前のシングルまでは真っ青やったんですけど、薄い水色になってますね。はい、じゃあカードホルダーもこんな感じになりました。はい、こんな感じでいっぱい集めていきたいですね。はい、ということでパート2として8枚目から14枚目のシングルジャケットとトレカを紹介しました。当たったメンバーを集計してみると、かなともと集合写真がそれぞれ2枚で、さゆきとアーリーとかりんちゃんとルルちゃんがそれぞれ1枚という結果でした。今年の12月22日には15枚目のシングルが発売されるということで、そちらのジャケットとトレカも気になるところですよね。またどんなジャケットを選んだのか、トレカは誰が当たったのかっていうのは報告したいなと思います。皆さんも自分はこのシングルのジャケットのデザインがすごい好きとかあったらぜひ教えてください。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。